お笑いコンビバナナマンの日村勇紀が、8日深夜に放送された TBS ラジオ、金曜ジャンクバナナマンのバナナムーン G。オールド、毎週金曜 25:00 チルだって、一般女性との交際を発表したお笑い芸人、ケンドー小林について語った。バナナマンの日村勇紀6日放送の MBS ラジオ、あっぱれやってまーす。毎週月曜チルダ木曜22時チルダ、にて、交際を明かしたケンコバ。ケンコバと仲の良い日村は、公表前からその変化に気づいたという。日村によると、2週間ほど前にケンコバを食事に誘ったところ、すいません、今日女性と約束があって、という返信が来たそう。女性と約束、なんて、あんまりつけてくることがないから、と違和感を覚えた日。村は、なんとなくその女性が特別な女性であることを雰囲気で感じたと明かす。そこで日村が、了解です、と送ると、ケンコバから、日村さんも来ます。と3人での会食を提案されたとのこと。それを丁重に断り、後日にケンコバと2人で会った日村が、付き合ってるんですか?と確認すると、そんな感じなんです、という返事があったと言い、その数日後にラジオで交際宣言をしたと語った。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。